すごいな、誰かく。そこに出てくれたらいいや。そこで OK です。どうぞ、窓際にヘルメットかけるとこありますん で窓際の方は空いてますから、どうぞ。今日はどっかツーリングの帰りですか？今からちょっと暗くと、ああ、山の方行ったら涼しいやろね。あの水越峠なんか気持ちいいけどね、旧道の方。あのほとんど車行ってないから。熊野なんか、あの金剛山、水越峠ってトンネルあるんやけど、いつもトンネル抜けるけど、それを速度行くね。昔の峠道やからめっちゃ綺麗。もっと国道やからね。だってヘルメットメインカーにかけるとかあるからね。これ世界に8台、日本2台しかないという、これ坂田な。ありがとうございます。気づけてまたお会いしましょう。気づけてね、またありがとうございます。ちょっと窓際の方空いてますんで、どうぞ。ごめんなさい、これはゼファの何年モデル？98。カイなんの？カイですね。カイ98年モデル。どこのマフラー入ってんの？吉村です。エンジン音聞かせてもらえる？はい。オッケー、これ何年モデル？多分80年か81年の RZ 初期型。初期型やと思う。この垂れ角すごいな、垂れ角が。この角度が好きで。なるほど。攻め一本やね。エンジンを聞かせてもらえる？はい。気をつけていきや。